はい、皆さんこんにちは、ワンダリグリビシです。では今回はローギバーズというね、ゲームを始めていきたいと思います。これどんなゲームかというと、まあ、一言で言うと、議会運営選挙ゲームになっています。まあ、たまにねやる政治ゲーム、時事ネタゲーム系の一つということで、今回お付き合いいただければ嬉しいなと思います。というのもですね、トランプさん大統領選苦戦という情報が入ってきているようなんですけども、これは何でしょうね、中国北朝鮮への外交なのか、はたまた、人種差別デモへの対応なのか、まあ、複合的な要素だとは思うんですが、そんなトランプさんにですね、大統領にはこうやってなるんだよというのをこのゲームを通じて教えてあげたいなというふうに思っています。では早速ですね、ゲームの始めていきましょうといったものをですね、僕もまだ15分ぐらいしかプレイしていないので初見プレイになってしまうんですけども、プレイの進め方についてはですね、プレイしながら皆さんにご説明していきたいと思います。まずですね、設定なんですけども、一応年代選べます。まあ、せっかくなんで2020年でいきましょう。国もですね、全部で15個ぐらいですかね、ある中から選べます。今回日本を選んでいきましょう。で、政党もいくつか選べます。カスタムも可能です。今回はグリーンの自由党でいきます。グリーンの自由党が僕の率いる政党ということになります。ではこれで始めていきましょう。で、画面の見方なんですけども、画面の真ん中に映っているのがですね、まあこれ議会、議席を表しているもので、まだ誰も入っていないんですけども、選挙が入るとここに人が座る形になります。で、1番から25番まで数字が並んでると思うんですけど、これ、まあ、いわゆる時系列になってまして、1年間を52週で表しているゲームになっているようで、画面上では1から25まであります。なので、52まで踏んだら1年間ということになります。で、左下、これグリーンの政党、自由党、僕の、政党ですね。ここに関する情報が出ています。今メンバー4人です。人気は 1.8、決して高くない数字ですね。平均年齢が34歳。で、その下が、その右が、お金ですね。今いくらお金持ってますかという、その政党が持っている資金力ということになります。で、ブラックマネーというのが、まあ、何か悪いことをするとき、スキャンダルを流したり、はたまた暗殺することもできるので、暗殺するときに使うお金です。まあ、ただこれはね、ちょっと溜まりづらいですね。で、パーセンテージが出ているのが、政党支持率。今のところ 8% という数字になっています。で、左上に行って、これが、日本の予算、お金ですね。で、人口が105人、幸福度が2という数字です。では、時間をね、進めながらご案内していきたいと思います。時間を送るのは、この砂時計マークを送ると1週間送られます。で、ここにですね、目標が何かというのが出てきます。まずは議会に入る。まあ、議員をね、国会に送り込まないことには始まらないので、これが最初の目標ということになります。で、ここに見えているのがですね、イベントなんですけども、ここで資金調達が入ります。で、マネーロンダリングをすれば、この50というブラックマネーを正当な資金として扱うこともできるようになります。まあ、今回はね、ブラックマネーはブラックマネーで持っておきたいと思うんですけども、資金調達はね、もうそのままダイレクトに政党支持率に跳ねてきますね。なので、政党支持率を直前で上げていきたいと思います。この第5週目にインタビューを受けましょう。人気の高いエイト大輔。花ちゃんか。女子だけど人気が低いな。まあ、まずは人気の高いエイトにメディア出演。おはようございます。これはなんだろう。おはよう日本的なものなのかな。ただこれ新聞のように見えますね、マークは。左を、その下がラジオ1。これ確実にラジオですね。新聞のインタビューに答えましょう。コスト93。結構かかるなぁ。この先見ると第12週に選挙があって、第14週に大統領選があるというマークです。ここは選挙に向けてパフォーマンスが必要だな。アクション。幸福度を20週以内に上げる。法律を書いて15週以内に承認させる。10週以内に税を廃止する。30週以内に民主主義を高める。25週以内に研究に投資する。ですね。まあ、大統領選が今6で、
14にあるので、8週間後にあるので、どれやってもいいとは思うんですけどね。言うだけ言って、公約が叶うか叶わないかは選挙の後なんで、その下4つはですね、まあ、談話ですよね。まあ、とりあえず、あることないこと喋っちゃいましょうという話なので、ここは30週かけて民主主義を高めるを一応選択しておきましょう。今、香港でね、この民主主義が危ぶまれるという事態にもなってますから、タイムリーな話題ということで入れていきます。で、資金調達ですが、LP 党が208、DR 党が176。これがおそらくそのまま議席数にかなり近い数字になると思うので、LP 党は77。ちょっと厳しいかなという感じですね。政党支持率は 9.54%。お金が84か。もう一回ぐらいパフォーマンスしておきたいな。選挙の前。メンバー。今度は大輔にメディア出演。ラジオ1に出てもらいましょう。68。まあ、とにかく、選挙で議席を取ることが重要なんで、25週以内に研究にもっと投資する。技術立国日本。これで政党支持率 10% まで上がった。この状態で選挙に突入です。我が LP 党は 10% か。最下位に沈んだが議席は4議席確保ですね。第1党が13党の LP 党。第2党が DR の11党ですね。で、我々は4議席。これまずは JP 党と SP 党を倒して、3位の議席数を誇る、政党にまでのし上がりたいですね。ザ、議席数、議員定数40に対して4議席確保という結果です。まあ、この後ですね、まあ、研究に投資したり、いろいろしないと、公約違反で、パーセンテージが下がってしまうので、そこはしっかりやりましょう。で、時間を送っていきます。大統領選ですね。JP 党と DR 党でしたっけ？まあ、青い政党と濃い紺色の政党の戦いですね。まあ、ここは港さんにしておきましょうか。そうすると港さんがここに座るという形になります。港さん。LP 党。まあ、ここにね、最終的には僕が座るというのが目標になります。で、ここで廃案に関する是非が問われていますね。農業の補助金、廃止か、まあ、キープか、まあ、これはね、そのままキープよ。とにかく今、国民受けがいいもの、農家に受けがいいことをして、この政党支持率を上げていかないといけないので、初等教育、廃止ってありえるかな？普通に廃止はないでしょう。ここは初等教育はもちろんそのまま継続、支持率を上げていく。で、やらなきゃいけないことが、民主主義を高めるが17週以内、研究にもっと投資が16週以内か。いや、どれもしんどそうだな。民主主義を高める、うん。まあ、ではお金がない中ではありますが、新法で花ちゃんから、そうだな、まあ、農業研究に対して金をつかまされている状態にするかどうかだな。農業研究、あとは民主主義、選挙制度、選挙の頻度を、まあ、ちょっと上げるか、まあ、そういったところだな。今36週ごとなので、これ35週ごとにしましょう。これを行うことによって、あるいは民主主義を高めるになってくれるかな。45週間ごと、30週間ごと。そうだね。これでちょっと民主主義を高めるを達成させてもらおう。お金がないので、ちょっと厳しいは厳しいけどね。研究に投資するを達成するには。30週ごとに選挙を行うに対しては、通りましたね。これで民主主義を高めるを成功させたんで、どうなんだろう、他人が研究に対して言ってくるものにこっちでどうこう言えるのかな。それでハマればいいんですけど、
緊急に元通知する14週以内に行わないと公約違反が起きてしまうので金が必要だな。ブラックマネーをマネーロンダリングで19まで増やした。いやー、もうちょっと欲しいな。どうしようかな。ちょっとこの研究枠を踏んでから考えましょう。病院、警察、劇場、病院だろう。これの方が市民受けがいいだろう、確実に。廃案された。で、目標値が12週以内。ここにもう一個研究があるな。ここの研究で勝負するか。金が21だと多分ね、もう、どうこう騒いだところで、資金力がなさすぎて、出せないんですよね。発案できない状態になってるんで、金を貯めないと、次、公約違反が起きるな。公営住宅は承認します。国民受けがいいことをやって、とにかく支持率を上げる。まあ今はね、国を動かす力が我々社会党、自由党か、自由党にはないんで、とにかくね、国民受けがいいことを言って、支持率を上げて、それから手のひら返しをする。まあトランプさんもね、そういうことをやっていかないと選挙は勝てないですからね。なんとかして、あとは農業研究に金を使いたいな。ここに出てくる内容を増やすには研究を完了させる必要があります。研究を完了すると、発案できる内容が増えてきます。このままいくと公約違反が起きるぞ。せっかくここまで支持率を上げてきたの、なんとしてもここは守りきりたい。この支持率 14% を維持したい。農業研究、これ承認したらうまくすれば研究にもっと投資するにプラスに働いたりするかな。だと嬉しいんだけど。結果はすぐに画面の右側の方に出てきますね。ダメだね。自分がやらないと他人に乗っかるんじゃ意味がないんだな。大統領選挙はどうしたいの。健康、議員、秋を。これは、まあ、ぶっちゃけどっちでもいいな。あんまり関係ないですからね、今の我々に。はい。これで、次の選挙が47週目に見えてきましたね。研究にもっと投資するが、なぜか達成したになってる。これはむちゃくちゃ嬉しい。このままいけば、この支持率維持したまま、いけるんじゃないか、次の選挙。バス輸送サービス。これ承認しようよ。僕はバスほとんど乗らないですけどね。昔ですね、豊洲にお客様のオフィスがあって通った時は、まあ、ちょこちょこバス使いましたけど、最近は全くバスは使わない。ララポート東京ベイに行く時には、乗りますね。ちょうど船橋の駅からですね、ララポート東京ベイまで。バスが出てるんですよ。無料のシャトルバス。さあ、選挙前に支持率が若干下がってきて、未知の支持者から少額の寄付を受け付けました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、これを早速ですね、選挙の直前に、人気のエイト君を導入し、ラジオ1に出演して、この自由党の正当性をアピールしてもらいましょう。スクールバス税は廃止する。こういうところでね、国民へのパフォーマンスをしましょう。それで支持率を上げたかったのに下がっている。微妙にラジオ1で、そうだな、どうする。民主主義を高めるにしよう。国民受けのいい言葉をね、口先で言っていきましょう。 15% に乗った。これで選挙だ。どうだ。で、議席を2つ増やしましたが、でもこれで見ると自由党だけですよ。僕の党だけですよね、議席数伸ばしたのは。
まあ確かに、第3党になろうという目標は達成できませんでしたけども、一番最下位からは脱することができて、かつ唯一議席を伸ばした。この選挙期間内で、まあ、唯一我々が国民の皆様から支持を得た党だと言えると思うので、このまま頑張りましょう。どうだろうな、 30% ぐらいまで持っていくことができれば第一党、 20% 前後まで押し上げることができれば相対的に LPDR が下がるはずなので、第一党あるいは第二党になれるかなと思いますね。このまま口先だけの戦いを行っていきます。所得税は廃止する。こういうところでね、国民の支持を得ていきましょう。そうか、大統領選挙の制度を第1党と第2党の中から選出するっていう制度から、政党の中からね、出すに変えたことによって、花も一応出馬できてますね、大統領選挙。まあちょっと画面がなんかバグっちゃって見えないですけど、港さんが今回も大統領の椅子に座ってます。大統領2選目ですね。汚職スキャンダルに関する議員さくらさん、まあ、これは汚職とは言ってるけどどうなんだろうな。アンジャッシュ渡部じゃないですけど不倫だな、さくらは。さあ、では残りですね、今 16.74% まで来ていて、民主主義を高めるを27週以内にやらないと支持率が下がりますという話ですね。なのでなんとかして、ここは達成を果たしていきましょう。まずは金だ。ここで金をもらう。138。いや、これさ、完全に国民からの支持を集めてるね、自由党は。まあ、LPDR、特に LP は大統領を持っている、最大勢力なので、まあ、お金集まりますよね。DR は第二政党なので、まあ、当然お金は集まります。第四政党である LP 党が、第二政党である SP 党を超えた資金を調達している。これがまさに、今国民から我々が絶大なる信頼を得ているという証拠ですね。このまま口先政治を行っていきます。メンバーが政党を変えた。ほう、民主共和国、第二党の民主共和国が、そのナナミさんですかね、我々自由党に合流したいということだな。これ自由党の今勢いがノリに乗ってる。まさにその流れを組んだ動きですね。これで議席数が一気に7に増えてる。いいね。これだって7ってなると第三政党になったんじゃないの？赤い政党が全部で 1,2,3,4,5,6,7 ですよね。で、我々が 1,2,3,4,5,6,7 並んでいる。ついにここまで来たな。で、我々がしなきゃいけないことは何かというと、選挙の前に再び口先政治を行う。支持率を上げなければならない。洪水が起きました。寄付する50。いやー、50の寄付か。これで、金で国民の支持を買うかどうかですね。50。いやー、金は欲しいが、支持率の方が欲しい。とりあえず一回寄付しましょう。とにかくね、僕まあ、サラリーマン、社畜であるので、当然サラリーマン社畜用の会社から貸与されてる、名刺持ってるんですけど、もう一個ですね、このチャンネルじゃないチャンネル運営してまして、そのチャンネルの方では名刺を一応持ってるんですよ。で、その名刺はですね、今は、ちょっと待ってくださいね。なんていう肩書きだったかな。ディレクター兼カメラマンっていう肩書きの名刺なんですけど、ここに、まあ、ギャグみたいなもんの名刺なんで、弁士っていう肩書きをつけようかなと、ちょっと今思いました、ふと。
このね、ローギバーの中で、ここまでね、弱小政党だったものを押し上げているこの手腕は、電子と値するに十分かなと思うんですけど、いかがですかね。で、研究だね。ここはまあ病院かな。まあコロナウイルス騒ぎもありますからね。ゲーム上ではあまり関係ないですが、国民の支持をとにかく得る。そのためだったら手段を選ばない。で、印紙税に関しては廃止する。まあ、こういうところでもね、国民の支持を得ていきましょう。でね、この、今の議席のところを見てもらうと、グリーンが僕の自由党なんですけど、一枚岩なんですよね。完全に。例えば、第一セット、青いところとかで見ると、造反してたり、棄権してたりするものが何人かいますよね。まあ、それは黄色も同じだし、紺色のところも同じだと思います。が、グリーンの我々に関してはまさに一枚岩。全員反対。右向け右と言ったら全員右を向く。まあそういう政党です。支持率を 20% まで上げてこの状態で選挙に臨むとだいぶ違うんじゃないかな。農業研究はキープする。これで農家の支持を一身に集める。どん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 この政党が大きくなる。民主主義を高めるですね。じゃあそろそろ金を使って民主主義を高めていきましょう。エイト君、やっぱりね、こういうパフォーマンス重視の内容は人気の高いエイト君に任せましょう。で、民主主義を高めるですが、一番やりやすいのは選挙の敷地、選挙頻度、大統領選挙、大統領選挙の任期、ここだな。受け入れてくれるのは紺色、黄色、赤が受け入れて、第一政党は、まあ、自主選択ですかね、黄色になってるので。これを行うことによって、25周目に来る選挙までに公約を果たすことができるので、一気に、支持率を上げましょう。金がないか。まあ、ここは、2。ちょっと待ってね。今1だよね。今1を2にすると民主主義は下がるんじゃないか。これはよろしくない。選挙の頻度を変えよう。これによって、民主主義を高めなきゃいけないって、ごめんなさいね。一応確認します。これミスるととんでもないことになるね。民主主義を高める11だよね。いや、これは、是が非でもやっておかなきゃいけないが、もうちょっと先にしましょう。ここに突っ込む。エイト君に任せるよ。法律は。選挙の敷地。選挙頻度。大統領選挙。大統領の制限。任期制限か。今の任期の制限が1年だからな。これ、やってもちょっと民主主義を高める結果にはならないな。憲法もそのまま維持するしかないでしょ。どうしようかな。民主主義を高めるでしょ。投票。あとは年齢。今21歳なものを18歳に引き下げる。これが民主主義を広げることになるのかどうかですかね。投票は自由意志、強制。どうなんだろう。自由意志の方が民主主義を高めるのかな。強制した方が民主主義を高めるのか。なんとも言えない。ここは今な、ノリに乗ってるこの政党の舵取りを誤るわけにはいかないので、まあ、ここは投票年齢を引き下げましょう。18歳。それによって民主主義を高めたと
そういう判断にしてもらえないかな。18が選べないのは何だ。今が18なんだ。16に下げる。コストは9です。頼む。これで国民の支持を得たい。承認する、もちろん。微妙だなぁ。ただ、大丈夫そうだね。これで支持率がどうなるかですね、最終的に。トン。微増だな。君主制は廃止。何よりも達成したことになってないのが気になるなぁ。売春を合法化する。うおぉ、待ってくれー。ここでこれが来てしまうか。売春の合法化。ここは、国民の支持を得るためであれば、当然買収はね、禁止するべき。ただし、僕の政治生命にかけて、ここは、売春を合法化することに対して承認という立場をはっきりと示しましょう。なんか意外とエロいおじさんたち多そうだね、これ。売春合法化が承認されましたね。これは嬉しいな。で、民主主義がうまく回っ、高めるがハマってないので、これどうしようかな。何かしないといけないよな。勉強の敷地、まあ、3%、4%とかにしてどう？とにかく今は公約を守ったまま 20% を維持して入っていかないといけないので、あと選挙まで残り2日間、まさに選挙戦大詰め。 19.8%なあ、そうだよな。民主主義を高めるがうまくいかなかったか。 20% をちょっと割ってしまいましたが、これでどうだ。第三政党までだな。議席数は8。最後の最後で落としたな。あそこの公約がうまく守れていれば第二政党には慣れてたかなと思うんですけど、まあ、ちょっとね、売春合法化で気が動転してしまったというか、動揺をしてしまいましたね。ただ確実に統制はアップしている。では大統領選見ていきます。花惜しいね。花が大統領選に16.9%、17% の支持を得たものの、残念ながら、湊さんが参戦を果たしたという状態ですね。はい。ではね、ちょっと今回キリがいいので、こんな感じで進めていきたいと思います。ちょっと不定期になるかなとは思うんですけども、トランプさんがね、苦戦されていらっしゃるということなんで、しっかりとここは、トランプさんに選挙の勝ち方というものを教えてあげたいと思います。で、画面の左上にですね、まあ、予算がかなりまずい状態になってますね。まあ、ただ、予算を預かるのは第一党である、まあ、与党であり、我々野党ではない。故に、このね、予算が完全に崩壊しているこの現状は、甘んじて受け入れましょう。まあ、当然ね、国民受けがいい内容に、我々は選挙の前に傾倒していったので、財政を圧迫しているという状態ですね。では今回はここまでにさせていただいて、次回この続きをプレイしていきたいと思います。あ、ちなみにですね、このチャンネルのコンセプトはですね、大人の皆さん向けのチャンネルになってますんで、ちょっと発言の節々に、不適切な部分があったとしても、大人の皆さんね、そのあたりは、ゲーム上の話ということで、ご理解を賜りたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。